私、唐揚げ丸と申します。本日も楽しくクッキーランキングダムをやっていこうと思います。はい、ということで今回はサムネイルとタイトルにもあるかもしれませんが、僕実はね、10の31、こっそりとクリアしておりまして、で、守りの戦役、10の31のクリアが解放条件なので、守りの戦役もね、コンテンツが開きましたよと。しかしね、まあ、守りの戦役、薄々は感じていましたが、うん、守りの戦役が非常にね、つまらないとか、時間がかかるとか、長いとか、そうやって言われる理由がね、 この唐揚げ丸のアカウントでやってめちゃくちゃ分かった。正直、鶏のアカウントでは僕、守りの戦役で、ね、結構好きなんですよ。何、まあ、だったら今あるコンテンツの中で一番好きっていうぐらい、すごいでも時間はかかる。なんか20分ぐらいかかるんですけど、一回の戦いでね。という結構楽しいなと思ってて。だけど守りの戦役の評判はちょっとあんま良くないのかなっていうのはやっぱあって、まあ、長いとかね、やっぱとにかく。とにかくやっぱ長いと。で、その長いに加えて、実際僕、この唐揚げ丸アカウントで、 やりましたやってみましょうか実際に。3、4、5のチームはもうね、ちょっと適当にします。どうせもう勝てないので。というかもうそんなクッキーがいないんですよ。10の31をクリアして、で、やっとできるなってなっても、そもそもその僕が10の31をクリアした段階では、育っているクッキーもメインのクッキーはもう5、6体しかいなくて、それ5、6体で、一応レベル50ぐらいかな。トッピングも一応つけてるっていう感じではやっているんですけども、それでもね、 まあ見ていただければ分かる、まあ、実際ねや、こんな感じでやってる方は多分もうすごい分かると思うんですけど、まあ、こんなにこっちつまらないかと思って、この守りの戦役の評判というか評価が低い理由がもうね、この唐揚げ丸アカウントでやって分かった。てかまあ10の31クリアしたところでは、この守りの戦役全然楽しめないし、ロード時間がめちゃくちゃ長い先から。まあ、こんな感じで、ね、スタートします。で、レベル60のクッキーがいないからね、まあ、ダッシュはもう、い 20体かなレベル60のクッキー20体いたら多分ウェーブ5まで一気にダッシュで飛ばせるんですけども僕の場合はレベル60のクッキーは1体もいませんのでウェーブ1からスタートっていう感じなんですけども僕ね、ウェーブ1、2、3、4はもっと弱いと思ってたまさかね、ウェーブ1からこんなに苦戦するとは思ってなかったんですよね一応これクッキーみんなま大体ちょっとここはちょっと低いけどもっこっちに帰るかこっちのチーム2の方は 一応もうメインでね、探検とかアリーナとか討伐戦とか、まあ、そういったところで使ってるクッキーでもあるので、そこそこ育っています。50とか50ちょっととか、そんな感じなんですけども、それでもね、ウェーブ1をクリアするだけでこんなに時間がかかるんですよね。結構ダメージもそこそこ食らってるし、まあ、回復はちょっと間に合うは間に合ってるけども、 すっごい時間かかる。1つのウェーブで1分もかかっちゃった。で、やっとウェーブに到着しますと。でここもね、何これ、アンドロイドのクッキーランキングではもう、そう、こんな感じでね、戦って今、ココアがもうすぐ死にそうですよと。結構、面積的にはココア、エクレア、サメ、で、フロスとか、で、コットンで、そんなにね、 この簡単なところを突破するのは、ね、悪くないとは思うんですけども、それでもね、すっごい時間がかかるし、まあ、こんな感じで戦っていって、ウェーブ4がね、クリアできるときとできないときがあるんですよね。で、ウェーブ4をクリアしないと、まず異物って何ももらえないんですよ。でこれ4を突破して初めて、伝説の出ないエピックも超低確率の、まあ、コモン、レアがメインの異物がもらえるんですけども、 それをもらうためにはここを突破しなければいけないと。うん。でここの突破がね、今ちょっと見ていただけると、かなり危なっかしい感じありますよね。あ、でも突破はしましたね。うん。ちょっと育てたからかな、ちょこちょこと。まあ、でもね、もう今も,も瀕死だ。うウェーブ8は絶対に到達はできないし、まあ、仮に到達したとしても、あのドラゴンですよね。討伐戦の時に出てくるあのドラゴンが出てくるので、まあ、あれは強いので結構、どちらにしても突破はできない。 10の31をクリアしてすぐ守りの戦役に入っても、まあ、ウェーブ4が結構いっぱいいっぱいな方は多いんじゃないかなと。であれば、うん、この今まあ3分30秒、まあ実際そ、まあ1.5倍だからそこまで経ってないか、まあでも大体それぐらい、3分ちょっとぐらい。この時間がね、すっごい長く感じる。クリアできる。鶏のアカウントでやってる、クリアできる。 アカウントでの3分と、この全然クリアできない、もうただ自分が死ぬだけを待つみたいな3分の、この時間の体感の長さが全然違う気がします。もうニワトリの方はね、15分ぐらいやってても、ウェーブ18ぐらいから結構ね、画面集中してみて、どこで変えようかなとかって考えてるから、結構ね、時間すぎるの早いんですけども、これはもう本当に時間すぎるのが長い。はい、4ウェーブ、ウェーブ4到達したので、とりあえず、コモンかレアの。 超低格でエピック。2%とかが確かエピックだったかなお、いいですね。レア出ましたね。ちょっともうめっちゃ重いので、もうちょっと戦闘は始めませんが、こんな感じでね。うん。こちらの、唐揚げ丸のアカウントで守りの戦役解放されてすぐやって分かった。これはね、ほんと初心者にはね、面白くないと思う。僕もこれだったらあんまりチケットは消費、消費というか、うん。結構きついなっていうところはありましたね。 25体クッキーをそもそも育て、まあ一応ね、トーチの活性化をすればレベル60にはなるんですけども、でもすっごいトッピングがこの守りの戦役って大事、特にダメージ現象がめちゃくちゃ大事だなと思いますので、そうなってくるとね、もう色々と壁があってね、クッキーも育てなきゃいけないし、トッピングも集めなきゃいけない、トッピングもいいトッピングをつけなきゃいけないとか、レベル60を作らないと最初のダッシュができないとか。 本当にね、守りの聖域めちゃくちゃ初心者コンテンツじゃない、これ。さすがにここまで露骨にね、中級者上級者間のコンテンツだと、まあ、批判の声は上がるのも納得いくなってのが、実際に僕が、この唐揚げラアカウントで守りの正義をプレイした感想です。 やりますけどね、それでも。じゃあ、ま4クリアできて、いず異物はもらえるからね、コモンレアで、まあ、僕全然弱いからギルドに貢献できてないので、そこはしっかりプレイしてね、弱い異物でも集めていきたいなとは思っておりますけどね。うーん、まあ、そんな感じでございます。最近ようやくね、やっと討伐戦でいいダメージが出せるようになってきたかなっていうところでございます。まだちょっと100万はいかないんですけども、まあ、運がいいと70万とかいくかなっていう感じの構成がね、 ほぼほぼ適正のようなクッキーを連れていまして、あとはトッピングとかレベルとか、そういったものを上げていかないとダメージ上昇がね、ちょっと難しいかなというところまで来ております。割とね、この唐揚げ丸のアカウントで動画作るのは久しぶりかなというところでございます。意外とね、やっていないようで実はコソコソやっていてね、10の31もクリアしましたよというところで、もしかしたらね、僕のこの唐揚げ丸のアカウントより早く始めた人を、もしかしたら結構僕は抜いちゃってるかもしれないけど、まあそこはね、元々の 鶏での前知識があったからね、容量というものが、コツとかそれでポイントが分かっておりますので、まあ、そういったところの差でもあるかなとは思いますね。逆にそういった知識があって分かってしまうと、育てるクッキーに偏りがやっぱ出てしまいますね。これはもう使わないからもうそんなこといいでしょうね。例えばハーブとか、この辺り全く手に入れたけど全く育ててないし、うーん、まあね、うん。まあ、ミルク、トゥイズル、ライムリー。 ライムリアはまあちょっと育てたから一瞬、バンパイアがいない時期にダメージ出してほしいなということでちょっと育てたけども。はい、という感じで今回は久々の唐揚げ丸アカウントでの守りの戦役のね、感想をちょっと言いたいなと。共感したいなっていうところですね。まあ,あの、今まで僕はちょっとよく分かってなかったから時間かかるつまらないクソだとかって言われてる理由が分かってなかったから、実際ちょっとこっちでやってみて、予想はしていたんですけども、やっぱりね、かなり、 うん。10-31クリアしたところの人たちではかなり厳しいね、コンテンツだと思いました。クッキーランキングダムは応答していません。うーん。非常にね、重たいですね。じゃあもうこのままね、これアプリ消えてしまいましたで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。